はい、おはようございますすマチュピッチピです今日はね昨日言うてた G3 の、ね、奈良、えー、裏開催シリーズですね高松の宮杯が11日からありますんでね6日間上の A クラスの選手っていうのはあの SS 班含めてみんなあの何て言うたらいいんですかね宮杯の方に行きます1週間前約ですねなんで、えー、こういう裏開催の レースっていうのはねだから、まあ、G3 というても S 級シリーズちょっと強いバージョン強いバージョンでもないかもしれんねなんでかというと S 級シリーズ F1 シリーズっていうても110点ぐらいの選手出てきますからね今回は、まあ、あの大体108点ぐらいまでの選手で、えー、ちょっと宮杯残念組ということで,で12レース ちょっと私、あの、突ぶレース予想しようかなと思ったんですけど、まあ、この11レースの方でね、読みやすいということありまして、このレースにしました。えー、このレースのね、不安要素というのが一つありましてね、僕、この4番のいつみゆう選手、これ、わたみっていうんですかね、いつみっていうんかな、難しい方の渡辺なべの綿に見いて書くんです。この選手初めて見るんですね。うん。 でまだ点数がね、ここに書いてあるの九96点の選手で、上がったばっかりで、力未知数なんですよ。うん、で、もう一人のこの先人の先攻選手、この岸優選手、特訓力ありまして、あの、これ、奈良って書いてあるごめんなさい、和歌山です。和歌山なんです、申し訳ない、これ、ちょっと、あれな、今ちょっと書き直すこともできないんで、まあ、爆本数はね、17本。で、先攻残りも結構あったりして、まくりも3回、先攻で3回、5回残ってます。 力あると思います。117基なんでねあの売り出し中という形だと思いますはいでねえー、っとこの選手を筆頭に175つまり岸、えー、先頭に7番地元の元妻、ま。そして、えー、福井の高見でキ近畿ライン競輪ではね福井近畿に入るんですよ <laughs> ちょっと違うんでねあの 普通これ北信越やろうという形なんですけど、この3人で並びます。はい、元砂はね。この前書の中で一番てあの点数の高いえ106点持ってますんでね。地元のエースの1人、今回の懇切のね。本当はみたいんですけど、はい、えー、出てきます。さっと並びます。そしてね、次にさっき言ってた。あの売り出し中の4番渡ダそして2番の中田。 で、えー、8番の田中孝彦ちょっと長落としてるんですけどね昔100点ちょっとあもうちょっと点差あってんけどね逃げてたんやけどね3人並んでで936戸田はいあの時期もそんな大してないしねまあバック2回引っ掛けてるいうことで先頭に踊りで住んでるんでしょうけどで93番の中村そして6番の 池田浩二という形で、えー、なってます。まあ、点数もね。90点台なんで、ちょっとも追走がいっぱいかなと思います。でね、この g3 のえとこっていうのはね。このハズレシリーズの、えー、決勝晶3着に入ったら自動的に競輪祭 g1 に出走できるんですね。でね。上の点数者あの点数が知れてるもんで。 俺にもチャンスあるワンチャンあるっていうことでねあの予選から勝ち上がった選手にもチャンスがあるんですねはいそんなに力の差はないんですよいつもやったら目の上のたんこぶがいっぱいおるんで俺ではもうちょっと無理やなと思うんですけどこの G3 賞金も当然 G3 の賞金なんであのこの人たちにとっては本当においしいからいつも以上に力つけてあのやってます このねあの11レースからでもね優勝戦残ってくる選手が何名か出てくると僕は見てます。で予想が非常に簡単でねもうあのこの4番のワタミとああの、えー、な鍋見てんのかなこれワタミかな、うん、それと1番の棋士の先行争いなんですけど点数的にはね 6点の違いがあるただ119期なんで上がってきたばっかりやから実際の力はもうちょっとあるんかもしれませんバック回数8回で5回残ってますんでなかなかねあのやるなっていうことなんででこの岸は和歌山で117期1年先輩になるんですけどね102点先行でまくりで102点あの将来的に楽しみやなというふうに思ってます。 まあ何が何でもバック取ってくると思います。うん。正直でここら、この選手が逃げても巻く力は僕はあると思うんですけどね。うん。ただ後ろに地元ついてますから。下手したら7番手8番手な奈良の三々の7番手8番手なんて一体にゃ、力一枚上の選手でもね、コロッと負けたりするんで、あの、無難にやっぱり先陣切ってくると思います。で、この選手が切ったらもう、 簡単ななレースになってしまうと思いますはい結論で言うとねこう見てもた方がいいかもしれません見えてますかね見えてますねうーんとねここのえー、っと選手は 1七七一折り返しそして2着がえー、高間そして中田、えー、そして、えー、中村正宏点数上位差になりますね、えー、5番2番3番になります、ね、<laughs> そしてあのー、穴が2の前です この2の前は何かと言いますと、このワタミが強引に逃げて騎士を抑え切った時。はい、その時ですね。んでなんで1771を折り返したか？言ったらまくりに回って4番手にすっとはまった時はやっぱり4をまくり切ってしまいます。その時奈良の33ってね。日本で一番直線短いんで逃げや天国って言われてるんですね。それがまくりに回った時はちょっと格上の選手でも捉えきれなかったりするんですね。 はい。それから折り返しました。ほぼほぼ8割方僕は逃げてると思います。ほんで、2番の頭善にしたのは、この4番がもう強引にかけた時は流せないです。後ろに騎士がいてるんで。その場合は、ズボーンと <laughs> 2着から <laughs> 短い直線であってもね、あのー、流しじゃないと取れないです。うん。その時はね、やっぱりね、ペースちょっとゆるゆるになるんで、 あの2番がこう掘り上げに行くというかまくってきた選手を決めにかかった時にうちがガラッと空いてそこに思わぬ選手がねはまり込んでくるっていうことがあるんですねそれで流れ込んで2着になったとか3着になったとかいうことがあるんで二の前にしましただからこの赤で書いてる二前買う人は上の本線勝ったらダメです逆に言うたら砂利線グループでまあなんとか荒れてほしいよなと思う人がここを狙ったらいいと思います で、もうそれ以外の人はこの1771の折り返しに523そして7番頭の523ということになりますでもっと言うと中穴になるとねこの7番の523以外のところを買ってください。はいあのー、競輪は、えー、頭決めたら8点なんでその4点の中が穴と思います。むしろ逆に言ううたらもう どうしても穴空いて欲しいけど、ちょっと。うん、手元のお金、ふよふよやと思ったら、この。七番の頭、五二三を外した。あ。一四。六七八。九みたいな、そんなところをね。あの、こうて。あ、みんなも面白いかなと思います。今日はね、ちょっと僕。やる気なかったんですけども。まあ、狙えるレースがあるなと。まあ、オッズ次第でちょっと。うん。 買う半分決めたいんですけど、ここの方で、えー、最終12レースより硬いと見ました。えー、一応ね、えー、奈良の11レースは、えー、こちらの方で、騎士は、もう今日緊張してると思います。何が何でも先陣せなあかんやろなと。で、先陣するつもりでね、ガーッといった時にね、4番にバチッと行かれてもね、ええとこはまれるんですよね、むしろ。うん。まくりに構えたろうと思ったら、絶対7番手になります。 で、間に入ってる、この4 28、428じゃなくて、この936。何するんでしょうねって感じですね。うん。先行もできないです。この4番、1番相手に。で、まくりにいけるか言うたら99点の点数で、もう、ちょっとしんどいです。よほども、あのー、叩き合いにならん限り、この出番がないです。それから、この真ん中の3人のラインの選手が、 正直言うてその四、えー、番手に取るんじゃないかなと思ったりもします。はい。だけどまあほぼ何にもできひんので打ち合いたら突っ込むっていうそういう勝負になると思います。えー、今日はねあのー、まあ僕ちょっと四番のまたこの鍋見,見たことわたみ見たことないんでなんとも言われないんですけど想像以上に力があれば二前というのが当たるだろうしまあ想像通りの 選手であれば、本戦サイドでもきっちり決まってしまうと思います。なかなかありましたけど、一応、本日の奈良、十一レース、まあ、十二レースの一レース前になるんですけど。そこを、今日は、解説させてもらいました。以上です。ありがとうございます。